バシャバシャという水しぶきの音と子供たちの歓声が山あいに響きます。昭和46年の夏、一ノ関市小禅寺の農家が地域の子供たちのために手作りした山のプールです。この6年前の昭和40年、ため池で子供の水の事故が起きたことから、地域の大人たちは近くに子供たちが安心して泳げる場所が欲しいと話し合いを重ねました。業者にプールの建設費用の見積もりを頼んでみたものの、およそ100万円と高額でとても手が届きません。皆一旦は諦めましたが、一人のお父さんが一念発起、自分の畑を潰して、そこに奥さんと二人がかりで杭を打ったりブロックを積んだりしてプールを作ってしまいました。かかった費用は8万円。山のプールは縦12メートル、横4メートル、深さ1メートル。夏休みには子供たちが朝から押しかけ大にぎわい。大人たちは交代でそれを見守りました。プールを作った木村君夫さんは80歳で今もお元気。20年以上子供たちに愛されたプールは、町に立派なプールができてその役割を終え、今は防火用水と農業用水を入れて使われています。